はい、ミンゴルファー雪村です。今日は2月の26日の月曜日ですね。ランキングトーナメントを行く前に、フレンドさんからですね、申請が3名入っておりました。多くの申請、本当にありがとうございます。前回の動画からですね、40名以上ですね、フレンド申請がありました。本当にありがとうございました。皆様、フレンドになっていただいたということで、今後私の動画にですね、ひょっとしたらたびたび登場、お名前が登場することになるかもしれませんのでね、それをご覚悟の上で、もしそれがちょっと嫌でしたら、ごめんなさい、私の名前出さないでっていうのをコメント欄に書いておいていただけると、なるべく避けるようにしたいと思いますが、今日も3名の方がですね、ありがとうございました。今94名というところまで一気に44名もですね、フレンドさんが一気に増えたということで、なんか心の中がちょっとなんかあったかくなった気持ちになる、なりましたね。本当にありがとうございます。ではでは、今週のですね、ランキングトーナメントに向かいたいなと思います。まず先週の結果ですが、スイーツグランプリ、310位ということでしたね。3800のメダルをゲットです。そしてフェスチケット、ウェアとギアそれぞれ2枚ずつもゲットできましたんで、これ後ほど引いていきたいな、後ほどと言いますか、別の動画になりますけども、ガチャの方やっていきたいなと思います。やっぱりメダル2倍は大きいですよね。3800っていうのは本当に、嬉しいですね。いい順位だったということもありましたけども、非常に良かったな。先週は1週が良かったなと思いました。それでは、今週のランキングトーナメントですけども、長距離セレクション杯ということで、どのホールが使われることになったんでしょうか。3ホールのベスト3ということで、レギュレーションは、予定通りのレギュレーションですね。あとはどのホールが使われたかということですね。ひとまず今のベスト30をちょっと見ていきたいと思いますね。16アンダーの方がトップです。今、朝の9時過ぎぐらいですね。16アンダー、そして15アンダーといったところがベスト30ということですね。大体この状況での、スコアがですね、私の週末のスコアに近くなるというのがいつものパターンになりますので、まあ、5アンダーを3回、または1回チップイン等々して、6アンダーを取っての16アンダー。まあ、先週と似たような感じですかね。のような感じがしますね。まあ、あとはミドルが1回か、ロングが1回かによってまたちょっと変わってくると思うんですけど、なんとなく長距離セレクションって言っている、まずはミドルから来ましたね。はい、ジャックポットガーデンのおなじみのコースですね。私今日門松と、ジョーカーボール、先週と同じく門松とジョーカーボールのセッティングですので、ジョーカーボールのおかげで、ここはですね、パワーモードを使わなくってもいい感じですかね。はい、じゃあパワーモードなしで打ってています。パワーモードは私2回という今セッティングになってます。そうですね。この道の向こうまでボールを飛ばそうとすると、どうでしょう。キャリーで340とか50ぐらい飛ばさなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、まあ、ここ、まあ、そこまで飛ばせばもちろんベストドライブなんでしょうけども、まあ、この道ギリギリのところまで飛ばせば、ベストドライブ取っていける可能性は非常に高いんじゃないかなと。そして、このセカンドショットですね。どのくらいの弱さで打つかですけどね。あ、意外に風が運ばない。そうですね。今ちょっと弱めに打ったつもりだったんですけど、それでも飛びすぎましたね。はい。そして19センチの上げですね。さあ、どうでしょう。届かないか。なるほど。でもここはしっかりと本来なら入れていかなきゃいけないということで、ここはバーディーですよね。まずはここで本当はバーディーです。まずは練習ランということで、まあ、ここはまあ、パーということになりましたけどね。そうですね。今のやっぱり、角度も難しかったんですけども、距離感をやっぱり合わせなきゃいけないですよね。あまり奥に行ってしまうと、先ほどのような難しい登りであったりとか、奥に行きすぎると下りがあったりとかしますんでね。まあ、ピンの位置にもよりけりですけど、今回のはピンの手前につけなきゃいけなかった位置でしたよね。はい。それでは2番ホールに向かいます。まあ、ロングでしょうね、おそらく。どこのロングかっていうとこですが、ここですね。これもですね、飛距離がある方は右の奥のフェアウェイですよね。で、私は300ヤード弱ですので、この左側ですね。右側やっぱりダメですもんね。狙って狙えないことないかもしれませんけど、木が心配ですので、こちらの
安全策を取ります。今回はパワーモードで打ってきました。ちょっと今門松右にちょっとねブレたんですよね。はい、でも大丈夫ですね。フェアウェイ広いですからね。ちょっとつま先下がり、そして4メーターのフォローの 1.8 ヤード下げ。またここもちょっと弱めに打たなきゃいけないということですね。さあ、どのくらいで打ちましょう。ホーミングで狙っていきたいとは思いますが、その前に強さですよね。どうだ。じゃあスイングアウトしました。あらら、また左ですね。しかも強すぎましたね。はい、3メーター残ってしまいました。しかもこれ下りですね。おそらくスライスの下りでしたね。また難しい。難しい。さあ、このくらいでどうだ。あー、なんとか入った。なんとかねじ込みまして、イーグルなんですけども、ここもですね、いけないですね。まあ、もう少しやっぱりピンに近い、そしてピンの手前ですね。基本今回、受けでグリーンが来ていますので、ピンよりも向こうに行ってしまうと、下りが残ってしまったりするケースが多いので、ピンの手前でしたね。ちゃんとやっぱりね、グリーンの形状を見て、グリーンよりも向こうにやってしまうと、下りが残ってしまうとかいうのがわかる場合は、飛ばしすぎないようにしなきゃいけないですよね。そして最終ホールもロングでしたね。はい、ここもおなじみですね。海越えショットをするコースなんですが、はい、ここも決まってパワーモードできます。はい、フェアウェイの真ん中につけましたね。いいですね。残り235ヤード。打ち上げ、そしてちょいフォローの 4.7 ヤード下げということですね。ここもちょっと弱めに打っていかなきゃいけないですね。ただ打ち上げですからね、ちょっと打ち上げのことも考えると、弱めに打ちすぎると届かない。さあ、このくらいでジャストインパクトして、どうだ。当たればホービング。あ、大きいか。大きいのか。打ち上げ見すぎましたね。難しいですね。はい、ということで、37センチの上げですね。基本はスライスなんですけど、あ、これも弱いのか。上りのパットが。はい、バーディーとなりましたが、本来はここはイーグルですよね。ということなんで、バーディー、イーグル、イーグルの5アンダーというのが、私の中の物理的なスコアというふうに、なりますね。まあ、練習ラウンドにしてはちょっと、あまり良くない練習ラウンドだったんですけども、まあ逆に言うと、いろんな意味参考になったのかもしれませんが。はい、なんとか、まあでも2位でしたね。はい、お疲れちゃんです。はい、まあこのスコアは、いずれ消えていくスコアにはなりますけども、まず一番最初に入りましたね。はい、ということで、まあ、編集の時には左側にですね、今回の、一人でゴルフの時のですね、該当コースをですね、左側に載せさせていただきたいなと思いますので、また、練習する際はご参考にしていただければなと思います。それではですね、まずは5アンダーを取るというところ、5アンダーを3回取るというところですね、今日、明日、その中でボーナスポイントをですね、6万ポイント以上まで持っていくっていうところを、なるべくですね、水曜日ぐらいまでにはやっていきたいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆さんも楽しんで参加していってください。雪村でした。